はい、どうも、たくみです。プロスピースやっていきたいと思います。ということで、ちょっとね、久しぶりの動画になるんですけども、多分ね、これ12時過ぎてるかな。ちょっとね、時間的に、ちょっと遅い時間に撮ってて、そのままもうすぐアップしようかなって思ってるんで、ちょっと遅くなってしまってはいると思うんですけど、必勝アリーナ、なんとか終わりました。今回は、ガチャね、TS 引かなかったです。まあ、一応ね、さっきね見た通り報酬で、10% と 30% が TS のやつがねあるので、それで、まあ、出なかったら、こっち引こうかなと思ってて、で誰を狙うかっていうのが、まあ、福留選手ですね。毎年毎年、まあ、福留選手出てから TS のね、毎年ゲットしてるんですけども、まあここの福留選手が出なかったら、30連引いて、30連でも出なかったらもう60連引こうかなってとりあえず今のところ考えてます。まあ久留米選手はね、まあすごい能力も高いし守備もね、すごいいいしっていうので毎年ゲットしてるんで、でここでゲットすれば継承で一気にスピリッツ300上げることができるんで、まあ300ではないかな、厳密に僕のやつは称号でスピリッツ30プラスされてるんで、まあ270スピリッツを底上げできるということで、まああとはライトの守備がいいので、今吉田選手使ってるんですけど、まあ多分スピリッツの関係もあるし守備の関係もあって、まあ変えれるかなっていう感じで、とりあえずね、あでも今山内選手使ってるかな、まあ、とりあえずまあ変えれるのでちょっと行きたいなと思います。では 10% 引いていきたいと思います。で一応自チームもこんな感じで取っといてあるんで、まあ一応継承した後に称号かのチャレンジもできますよという感じでございます。で、吉村選手が普通の A ランクの方で2枚ゲットしたので、吉村選手でもワンチャンありかなっていう感じかな。ここで2人ゲットできれば、現突4いけるんで、まあ、突コーチ1つで極みまでいけるんで、で、まあ、コンボも崩さないぐらいで、多分オーダー変えれるんで、まあ、ちょっとワンチャンありかなっていう感じです。福留選手以外でいったらね。まあ、ただ、福留選手はちょっと絶対欲しいので、まあ出なかったら60連いくかなっていう感じです。では行きましょう。頼む。まず S ランク。S ランクだったら誰でもいいみたいなところあるけど。まあまず S ランクかな。頼む。10% で引け。10% で引け。いや、きついか。これ、あー、ダメか。おお、荒井さんね。パワー比から下がったっていう噂のラインドライブになったんだよね。さあ 30% 頼む。いやーマジで 30% で、今回ちょっと iPhone の録画機能使ってるんで、音声がね、音声というか BGM とかちょっとずれてるかもしれないです。言います。前回ずれてたからね、お願いします。はい、頼む。 S ランク、いやー来ないか。頼む。いやーどうだ、割れよう。うわ吉村選手3枚目3人目か。いやー S ランク出ないか。ということで、まあ、次回は多分30連、とりあえず30連の動画かな。多分60連と30連目は多分負けるかなと思うんですけど、とりあえず30連引きます。でこれ吉村選手出たことによって吉村選手ゲットするっていうのも全然ありだけど、まあ60連目は絶対福留選手ゲットしたいから、30連目でちょっと吉村選手狙いたいなっていうのはちょっとありますね。ちょっとミートは低いんだけど、極みまでいけるってなったらね、話は違うからちょっと欲しいかなっていう欲が出てきてます。まあただね、ライト被るんだけどね、ファーストできない、ファーストできるよね、ファーストで使うっていうのはありかなっていう感じですね。極みまでいけるからね、守備 D だけどできるから。はい、という感じで、今回は石原アリーナの報酬の S ランク 10% 30% を聞いてみました。まあそうですね、まあ、こんなもんかなっていう感じでした。皆さんの結果よかったらコメント欄で書いていってください。ということで、チャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。